9回のマウンド、見事なピッチングで勝利を決定づけました。宮西直輝投手です。ありがとうございます。クライマックスシリーズファイナルステージ進出です。今のお気持ちいかがですか？やりました。お立ち台にこうして立っている今のお気持ちはいかがでしょう？はい、いや本当に、ここ数年のことを考えると今この舞台というかこういうヒーローインタビューの場所に立ててるっていうのは本当に思いもしなかったのですごく嬉しいです。勝利が決まった瞬間にはいろんな選手の目には涙がありました。宮西選手にも何か込み上げるものがあったんじゃないですか？いや特にないですけど、いやでも本当に今シーズン若い子たちが本当に一生懸命頑張ってここまで来て最後の最後に潰したらどうしようっていうプレッシャーで、マウンドに立ってました。はい、17年目です。若い選手たちが多い中で今年のファイターズの躍進成長はベテランとしてどんな風に見ていたんでしょうか？どういう風に見ていたかと言いますと、そうですね、本当にみんな一生懸命だし絶対成長するっていう風に思ってたんで、本当にここまで成長したのは、本当に監督のおかげだと思います。はい、去年一昨年と最下位という苦しい悔しい結果が続く中でここまで連れてきてくれた、そしてみんなと共に戦ってきた新庄監督には今どんな思いでしょう？そうですね、今日9回行くって言われてなかったんでいきなり言われてびっくりしたんで、はい、ありがとうございますと言いたいです。今日の試合もそうですが野手陣の頑張りの前にはブルペン陣、先発陣、ピッチャー陣みんなの頑張りがあったかと思います。同じピッチャーの仲間たちの姿はどう目に映っていましたか？たくましすぎます。はい、福岡での戦いが勝ちにつながればまたここエスコンフィールド北海道に日本シリーズで帰ってくることになります。福岡ではこのファンの皆さんたちにどんな姿を見せたいですか？帰ってきますよ。みんなでもう一度ここで戦いましょう。それでは宮西投手にも伺います。流れができてます。帰ってくるべきはここエスコンフィールド北海道です。さあいよいよクライマックスシリーズファイナルステージです。どんな戦いを見せてくれますか？日本一までやるぞ。